ミネラーリヌイエ・ボードイ空港は、ロシア連邦北カフカース連邦管区スタブロポリ地方、ミネラーリヌイエ・ボードイにある空港である。ミネラーリヌイエ・ボードイ市街地からは 4km 離れている。空港の西側にはターミナルと41のスポットがあり、反対側の東にはツーポレフ TU-154 の整備場がある。2014年からトランスエアロ航空は、 モスクワへの便にボーイング747-400を導入していた。この747は2020年現在も、東空港に降り立った最大の機材である。2015年10月25日トランスエアロ航空は、経営破綻、ロシア当局による運航許可停止を受けて、すべての運航を停止した。そのためあたり空港へのトランスエアロ航空便はすべて、ロシア航空と、 アエロフロートロシア航空に引き継がれた、この際747運航便はなくなった。2016年6月、ノバポートは、アエロインベストから、ミネラーリヌイエボードイ空港を買収することを決定した。中期中のツポレフ TU-154, 着陸中のツポレフ TU-204 空港に、展示中のリストフエルアイ -2 空港に降り立った。 ドミートリー・メドベージェフ首相市街地にマルシュルートカとバスが通じている。市街地に幹線道路の E-50 と E-117 が通じている。1953年10月21日、アエロフロートロシア航空525便が天候不良で墜落。1962年12月31日、アエロフロートアルメニア航空のイリューシるンイナル -18。 が、着陸副業中に墜落。乗客乗員119人中32人が死亡。1972年2月27日、アエロフロートロシア航空のアントノフアン -24 が、操縦不能になり墜落。1977年2月15日、アエロフロートロシア航空5 0 0 3便、イリューシンイル -18 が離陸中に墜落。 乗客乗員98人中77人死亡。ありがとうございます。